まあ、岸田政権が随分低空飛行になってきて、結局安倍さん亡き後、彼にはそのやりたいことが不明確で政権がこうダッチロールし始めたと、はいはい、ということはこの難しい時代、きちんと社会をリードできる政治的リーダーというのはこれよほどの思いと志、それからビジョン、あらゆるものが兼ね備わってないとなかなか今の難しい難局を引っ張ることができないんじゃないかと改めて痛感してます、うんうん、でその意味ではその自民党政治に変わりうる、今も円安進んでるし物価高進んでるし、もうあらゆる面で社会が行き詰まってるわけで、これを作ってきたのは大半の時期政権の座にある自民党、しかし残念ながら国民はこれに変わる選択肢を持ち得ない、だからこれに変わる選択肢をやっぱり作り直したいし、当時の民主党政権の反省の上に立って10年余り、今一度それを作り直す必要性、責任を感じていますし、それはイコールさっき申し上げた岸田さんにはできない、自民党にはできない、その新たな社会像を描く、そこに大変な力量あるいは信頼感を持った政治的リーダーシップを作っていくということの、やる責任は我々にあるんですが、そのことの必要性、それから一生懸命やりたいと思っているので、一緒に諦めないでいただきたい、国民有権者に、うん、っていうことが一番訴えたいこと、同じくらい訴えたいのは白川秀次さんをよろしく、ご指導ご鞭撻を、選挙の応援をとは言えないので、見てくださってる皆様本当にありがとうございます、感謝してます。岡川淳也です。